ありがとう。正吾、ありがとう。とびっきり素敵なとこで高級なものを食べる。ずっとこれが私の夢だったよ。正吾が叶えてくれた。うん。でも食べてみたらちょっと違うかもっていう気もしてきた。もちろんめちゃくちゃ美味しいよ。私今すっごい幸せだよ。でもね、私こんなにおしゃれなプリンじゃなくてもいいや。私はプチッとプリンがやっぱり好き。でも本当に食べてみるまではそのことがわからないものなんだね。それが分かったから私はすごい嬉しいんだ。正吾、正吾にはすごい感謝してるよ。私がいろんなことが分かるようになったのは正吾のおかげだね。正吾大好き。私初めはこんな気持ちじゃなかったのかもしれない。きっとそれってただの好きだね。でも正吾にメールしたり携帯したり、カフェで会ったり、デートに連れて行ってもらったり、毎日毎日正吾と笑ったりおしゃべりしたりするうちに、もっと好きになって、すごい好きになって、めちゃくちゃ好きになって、どうしようもないくらい好きになって、大好きになって、大好きになったから、だからなんだと思う。私正吾に幸せになってほしいんだ。私のために正吾が無理したり傷ついたりするのって私嫌なんだ。そう、私はそれが一番嫌なんだ。すぐ寝る女だって。
飲む？あげる。私こんなものしか返せなかったね。今日はありがとう。今日はじゃなくて今日もだね。ショーゴ！私、正午に何度も嘘ついたよ。待ち伏せしたり、わざとぶつかったり、携帯が壊れたとか。本当は私、携帯持ってなかったんだ。あれはお店でもらったの。日本だよ。中は空なんだ。でも、正午。でも、正吾、私は正吾が大好き。どんなに嘘で曇っていても分かってほしいんだ。私は正吾が大好き。これだけは本当のことだと分かってほしいんだ。これは私の本当の気持ちなんだ。お寿司の月の夜の空とか、あの花火の空とか、昨日の豪華客船の海の空とか。私、この夏のこと、正午と見れたたくさんの空の夏のことを、ずっと、ずっとずっと、忘れないよ。私がいろんなことが分かるようになったのは、正午のおかげだね。
ってことを知らないの。そこが大事なポイントだよ。絶対恋なんだよ。ショーゴ、ぼやっと歩いてると引いちゃうよ。なに？急いでどこ行くの？秘密なんて嘘。ただ今私飛ばしたい気分なの。それだけ。バイ、ショーゴ。見てたんでしょ。平気よ。ちょっとすりむいてるけど。私の華麗で見事なライディングテクニック、見てなかったの？いいのいいの、すり傷の一つや二つどうってことないよ。それより猫どこ行った？見てなかったの？私のテクニックよ。今飛び出した猫、華麗に避けたでしょ？あ、あそこだ。いたいた。おいでおいで。怖くないよ。人の話を聞きなさいよ。飛び出した猫を華麗に避けた私の見事なライディングテクニックって言ったじゃん。引っ掛けもしてないはずと思ったんだけど。大丈夫？不用意に手を出すからだよ。違うよ。怖いから威嚇してるの。見て、震えてる。ね、どこかやっぱり撃ったのかも。
もし死んじゃったらどうしよう。怪我の程度もわからないのにどうして断言できるのよ。小さい動物なんて本当に簡単に死んじゃうこともあるんだから。いいよいいよ、正午は行けば。なんか用事があるんでしょ。私はこの子捕まえて動物病院に行ってみるから。よかった。本当に何ともなかったんだ。何言ってんの？よかったじゃん。怪我してなかったんだから。それに診察料は正当な動物病院の報酬です。ついでに健康診断もできたし、すっごくついてたね、ペコちゃん。うん、サンキュー。バイ、ショーゴ。